はい、本日も山来てます。狙いの方はですね、天然なめこ見ていきたいと思います。それとですね、サムネイルにもありましたけども、実はですね、テレビ出演が決定いたしました。というのがですね、番組なんですけども、バラエティ番組ですかね。はい、そちらの方にですね、ちょっとした企画で出演することになりました。その内容はですね、追ってまた皆さんの方にご報告しますけども、ちょっと内容の方はですね、ちょっと申し上げられないんですけども、はい、まあ私が出るということなので、まあおそらくお気づきの方がいらっしゃるかと思うんですけど、そうですね、その内容は皆さんの方にですね、また、後日、お知らせしたいと思います。よかったです。これもですね、ちょっと地道な活動、YouTube 活動やってたおかげなのかな、なんていうふうに思うんですけど、はい、ということで、今回はですね、天然なめこの方を見ていきます。それでは本日も最後までよろしくお願いいたします。今はですね、山の中腹というか、真ん中ぐらいに、いるんですけども、これは何かと申しますと、ちょっと古いですね、これは栗竹になります。で、実はですね、ちょっとお見せしたかったのが、これちょっと木がですね、倒れてる、倒木倒れてるところのですね、根元に出てるんですけど、ここにですね、栗竹の葉筋があるの見えますかね。ちょっとカメラ近づけますね。はい、これが栗竹の葉筋です。実はですね、そのそばに、はい、これ、これはですね、ニガクリタケという毒キノコ、これがですね、共存し合っているということで、ちょっと皆さんに、お見せしたかったんですよね。いや、こっちにもめっちゃありますね。はい、こんな風に、栗竹のそばにですね、ニガクリタケ、出てて、それをですね、間違って、採取したなんていう方もいらっしゃいますね。これも共存し合ってますね。ちょっと流れてますけど、古いですね。これが月夜岳、こんな風に月夜岳があるそばにですね、ムキタケ、なんていうこともですね、ありますね。これで多分間違えると思うんですけど、なんだあれは、ナメコの幼菌か。まだ小さいですね。はい、今日はですね、そんな毒キノコ、共存しているものもありますので、皆さんにちょっとご注意していただきたいなと思いまして、はあ、朝がすごい。栗竹ですね。栗竹、あれ、ハサミハサミ、ちょっと広がってるものもあるんですけども、ちょっとまだ状態のいいものだけですね、ちょっと少しいただこうかななんて、思いますね。これが栗竹になります。ちょっとですね、雨が当たったせいで、いくらかですね、なんていうんですか、色がですね、薄くなってるような状態なんですけど、全く問題なし。栗竹、これ本当に崩れるんですよね。なんていうんですかね、持ち帰るともう結構ポロポロになるですよね。こんな風になんか軸も長くなるのが特徴ですね、なんか栗竹は。よいしょ、私は結構軸は切っていくようにしますね、なるべく。よいしょ、こっちにもあるんですけど、ちょっと古いものなので、もし古いと、わあ、葉筋すげえある。今からめっちゃ出ますね。もしですね、古いというふうに思ったら、塩蔵かけるといいのかななんて思いますね。よいしょ。よいしょ。これ、うわ、なんだこれは。なめこじゃないか。はあ、なめこの老菌。すげえ、やっぱこれも多分あれなんでしょうね、お盆の時、間違って出たものですね。これこれちょっと細くてダメですね、なんか。よし、わわわ、まあこれも、ま、ああ陽菌で、おお、陽菌出てきてる、ほら見えます。この辺にも結構小さい粒々がですね、これも
相当つきますね。よいしょ。なんか何事もそうなんですけど、なんか1回目出たよりもなんか2回目の方が質がいいというか、なんかそんな気しますね。わあ、めっちゃ、よいしょ。すげえ、今春にですね、タケノコ取りで合算だけという動画流したと思いますね。合算ですけども、一旦ですね、夏に雪がですね、すべて溶けたような状態だったんですけど、今なんか合算見えるんですよね。ここから雪降ってますね。でかっ、すげえ巨大なムキタケ。おー、でかい。あ、取れない。さて、おお、綺麗だ。めっちゃ綺麗。どうです、全然虫が入ってない。すごい。わあ、もうムキタケ今からすごい出ますね。もうつきます、つきます。はあ、よいしょ。いやー、なんかいい木ばっかりあるな。なんか結構なんかのワンチャンがありそうな、はい、予感ですけども。おお、やばいの見つけた。やばい、タワータワータワー、今年初のタワー。うわ、やば、これはやばい、めっちゃやばい。うわ、来ました。うわー、すげえ、何キロあるこれ。めっちゃありますね、なめこ。やば、今年初。うわ、すげえ綺麗。こういうのに当たるといいんですよね。これがすげえ。わおわおわ、これ多分30分ぐらいへばりついてないといけない感じですかね。やっば、おーら、すごい、もう全然ですね、なんて言うんですかね、全然もう虫入ってませんね。あと新鮮な証拠がですね、ここにゼリー状のものがつくという、こんな風にこうプルンプルンのゼラチンがですね入るんですよね。いや、やばい、これはやばい。久々に、なんか1年ぶりにですね、なんか当たると嬉しいですね。なんか、よいしょ。うわ、これ上までまだまだ出ますね。これまだまだ出る。うわー、楽しい、めちゃくちゃ楽しい。なんとも言えない瞬間ですね。こんな風に葉っぱをですね、分けて取るのがすごいあれですよね。よし、今ちょうどですね、ここのところだけ取って、ビニールの半分ぐらい。やばいっすよね、これ多分結構な量ありますね。もしかしたら下手したら、5キロはありますね、間違いなく。今でだいたい15分ぐらい、間違いなく30分ぐらいは粘ってないといけない。まあハサミで取るのでちょっと時間がかかるんですけど、こんな風にハサミでしていくと結構わりかしですね、打ちに行くと楽なので。あとですね、見ていただくと分かるんですけど、今取ったですね隙間のところからもですね、料金がかなりあるんですよね。これ2回目またバーンって出ますね。いやー、癒される、超癒されますね。なんかこれどっからハサミ入れていいのかやばいっすよね。うわ、マジやばい、もう全然、なんかもう本当に虫がいないっていうのが最高ですよね。なんかまだそんなに最盛期という最盛期ではなくてですね、なんか不作なのかななんて思ってたんですけど、今日こんな絵面に会えるとはですね、思ってもいませんでしたね。よいしょ。なんかもうですね、今ここ撮ってる最中にちょっと周りの木を見たんですけど、あとですね、なんか向こうの方に山伏竹がですね、なんかついてますね。何個ついてんだろう、3、4個ついてますね、山伏。今度はこの
いいところを取ってきますね。これは美味しい、絶対うまい。もうこれ超極上ですね。これが極上、これが極上です。ほらドラー、これが極上なめこ。結局ですね、なんか3つ出ましたね、袋で3つ、結構ありますね、多分5、6キロあるんじゃないかななんて、思うんですけど、これからまたですね少し見て、山下ろうかななんて思いますね。あれ、あこれか、違うな、さっきですねあのなめこ取りしてた時にですね山伏見えたんですよね。ここに山伏がないんですよね。もしかしてこの猿の腰掛けを山伏に見えたのかもしかしてですね、ないですもんね。あ、この猿腰だったのかもしかして、まさか、いやこんなんじゃないな。あー多分そうですね、向こうから見て丸い猿腰そこについてるんですよね。向こうから見た感じ山伏に見えたんですけど、残念ながら猿の腰掛けです。いやめちゃくりたけ出る、ここすごい。1年ぶりにですねあんなタワーといいますか、なめこ群に出会いまして、ちょっと感動ですね。よいしょ、これです。はい、ということで今ですね、山の中腹といいますか、うわめちゃでかいあれありますね、ムキタケ見えます。あそこのちょうどですね斜めになってるところ、すごいムキタケついてますね。はい、ということで、今はですね山の結構下の方までですね降りてきたような感じです。今回は天然なめこ、それからですねムキタケの方を見てきたわけですけども、いやー驚きました、自分も正直驚きました。今日のなめこにはですねびっくりしましたね。よかったです。なんとかですねなんかあんななめこがついてたらいいななんていう期待感を持ちましてですね山に来たわけですけど、見事に当たりましたね。はい、ということで、冒頭でもお知らせしましたけども、放送日等々また皆さんの方にですねお知らせしたいと思います。それではいつも長いご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。you